どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、久しぶりにね、彼を活躍させていきたいと思っております。究極原神アルティミトルビシバールキンっていう最強の、次世代のお邪魔モンスター、ご存知でしょうか。彼、まあ、いつだったかな、なんか来た時に動画にしたと思うんですけども、まあ、ルール上ドーチャーゴーチャーとか、まあ、進化召喚にドーチャーゴーチャーとかあるんだけど、効果ね、このカードはまず効果では破壊されませんよ。でフィールドのモンスターの数かける1000ポイントの、まあ、打点になりますよ。攻撃力しかありませんけどね。と、1ターンに1度自分相手のメインフェーズ、お互いのフィールドに同じ数だけ邪眼神トークンを可能な限り守備表示で特殊召喚すると。要はこいつを出してメインフェーズに効果を発動すると、トークンめっちゃ出すんですよ、お互いのフィールドに。そうすると結構ね、相手のフィールドに、あのその相手フィールドっていうか相手デッキに、要はトークンを処理する手段がなければ、なんかもう無限にトークンが邪魔っていうことが起きて、まあ、要するに次世代のお邪魔なんですよ、この効果は。まあ、一応アドバンス召喚には使えるし、そのトークンがね、まあ、いろいろ素材にできたりはするんだけど、エネコン様とかあるんだけど、まあ、結構このトークンは邪魔なんですよ、意外と。この効果を今日は使っていく。でシンクロ召喚っていうか、まあ、こいつシンクロ召喚じゃないんだけど、自分フィードのレベル8以上で同じレベルのチューナーとチューナー以外のモンスター、まあ、要はレベルコピーとかすると結構簡単にね、あの8の以上のモンスターとチューナーモンスターが並ぶんですよ。これを使って、まあ、要は墓地送ると出せるよっていう、まあ、ちょっと特殊な、召喚条件なんですが、これを使って何をじゃあ新ギミックなんですかっていう話。結構ねレベルコピーっていう、このスキルと相性が良くて、あの新パックで出た新のこのパラドックスギアと新ワールドね、あ新テリトリーか、これめっちゃ相性良くて、テリトリーで貼るじゃん。でパラドックスギア召喚してこいつでリリースすると、パラレルギアを出しながらレベル8のモンスターがと持ってこれるんですよ、手札に。だからそうするとその8にコピーした上でこいつ特殊召喚したら、簡単に8と8のチューナーと必要なのが並ぶんですよ。だからめちゃめちゃ簡単にあのアルティミトルビシバールキン出せるんですよね。めちゃくちゃなんか画期的なギミック。まあ、これはあのディスコードのお魚屋さんっていう天才から教えてもらったんだけど、ギミックはこれを決めていく今日は。でじゃあどうやって勝つのかっていう、やっぱね俺ね多分ね、あのリンクス界マジで3本の指に入るぐらい好きなモンスターがいて、軍神ガープっていうこのモンスターネタレキ選手権ではよくね出てくるモンスターなんですけども、こいつすげえなんか殺意が高くて、こいつがいると全部のモンスターが表側攻撃表示になるっていう、まあ、強制的に叩き起こすっていうモンスターを、そういうモンスターなんですよ。これでトークンを攻撃表示にして、その攻撃表示にしたトークンを6000くらいでぶん殴るっていうね、これがねまあ好きなんですよね、単純にこのギミックが。だから今日はこれを、まあ、ネオニュー先行次世代のお邪魔トークンで埋めて、で、ガープ引いて叩き起こして、そいつを6000でぶん殴るっていう、そういう本当究極盤面ロックワンキルをね、決めていくっていう、そういう気になっております。それでは早速デュエルスタンバイ。さあ分からしていこう、スーパー究極先行ロックで分からしていくぜ。まずは新テリトリーの効果を発動、デッキより新ワールドを発動、そして新パラドックスギアを召喚、新パラドックスギアの効果を発動、新パラレルギアを特殊召喚し、新スターダストドラゴンを手札に加えるぜ。そしてスキル発動、レベルコピー、フィードのモンスター一体を手札のモンスターのレベルと一緒にするぜ。そして新スターダストドラゴンを特殊召喚、そしてレベル8のチューナー、そして非チューナーモンスターを墓地の送り、究極原神アルティミトルビシバールキンを特殊召喚、ビシバールキンの効果を発動、ショラーネオニューお邪魔ロックだ。これがどうだ、アドバンス召喚できるもんならしみやがれ、カッコやめてください、カッ
構やめてください。ちょアドバンス召喚の素材用意したわけじゃないんで、本当に困ってマジで。これ結構最近なんかアドバンス召喚されんだよ。なんか そのサンダードラゴンとかそれいるから、なんかね最近ならこのなんかトークンをプレゼント for you してもなんか全然何も起きんっていう、なんか何もなんかなかったかのようになんか展開されるってことが結構あるんですよね。これマジで辛い。いやルアちゃんそれ何でっけ、これ何のいっけ、何でっけ、これ何でっけ、超重武者。いやこれ超重武者これいけんじゃない、これ。え結構さこのトークン邪魔じゃないのこれ、超重武者って。え、だってさレベル2のチューナーしかほぼ入ってないよね。ってことさレベル4のシンクロができないとどかせないんじゃないこれ。えこれ積んだろ、これ家だわ、これ積んだろが天才クリボール入ってないでしょ、さすがに。クリボール入ってるからもう全部使うわ一回。クリボール入ってないと思いたい、クリボール入ってないと思いたい。あーお前ら何寝てんだ、起きろ行くぜ天聖雷撃麻薬ルカクターさあお相手の方、アメリカンバンダナサングラスさん、よろしくお願いします。デュエル3倍、ハンドアートはなんかテリトリーを引くだけといったところでしょうか、テリトリーを引くだけといったところでしょうか。ああ知らないデッキ OK です、知らないデッキ OK です。知らないデッキはですね、一応ドキューブ隊っていうね、ドカスカードが入ってるんですけども、まああれが一番めんどくさいですけど、まあ一応彼はなるほど、これ使うしかないですね。彼はね、究極剣心さんはね効果で破壊できないっていう効果を持ってるんで、よしセーフ、ギリセーフ。じゃあこれちょっとあれだな、あガープ2体墓地がやばいな、これガープ2体墓地に結構やばい、これ結構やばい。新パラドックスギアの効果を発動、新パラレルギアを特殊召喚し、新スターダストを特殊手札に加える、そしてスキル発動、レベルコピーレベル8にコピーしていく。まあちょっと反応ラインでなんか適当なブラガンじゃないかっていう気がしますね、セットカードは。でこうして88でレベル8のチューナーモンスター、そしてレベル8の非チューナーモンスターを墓地に送り、究極剣心アルティメトルフィッシュパールキンの効果発動。よしじゃあちょっとガープ2枚いったの結構やべえな、ガープ2枚墓地いったの結構やべえ、これちょガープゲーなんですよね、これガープゲーなんですよ、実はガープゲーでして、これこの状態からライフ取るの本当ガープしかないんですよね、俺マジでこれ勝ち筋ガープしかないけど、もう2枚墓地いったんで10分の1ですこれやばい、めちゃくちゃ長引きそう。じゃあ OK シーマルの効果発動せず、でシーマルの効果発動せずコズミックサイクロン OK、 コズミックサイクロンは一気に決めきるときに使いましょう。向こうも困ってるはず、さすがにこのなんかレベル2のこのチューラーモンスターをどかす方法もねえし、ちっちゃい、まあ、ちょっと多分ドキューブ隊が入ってればこうナイスナイスだしいいよいいけど、ガープなんしてガープさんお願いします、ガープさん来ないと俺ライフ削るじゃないんですよ、あのデッキの相手のデッキのライフを削るじゃないんですよ、ちょっと頼みますよガープさんお願いします、ちょっと相手のなんか防御だめっちゃなんか引かれるかもしんないから、もたもたしてると結構やばいから、結構やばいから、ちょマジで頼む、ちょっと、いらない、いや、ガープさん、ちょっと墓地行っちゃったから、ガープさん墓地行っちゃったのきついから、カードセット、ギャラクシーサイクロン、オッケー、そのか、何これ、ハイド電脳の落としやな、なんやね、そのカード、わからん、どうでもいい、そんなカードは、大丈夫、新ワールド別に破壊されたところで、究極剣心アルティミトルビシバールキー様はどっか行かないから、これはフィールド魔法意味ないから、フィールド魔法特に意味はないだし、フィールド魔法そもそも対象に取れん、ギャラクシーサイクロンで割れるのはテリトリーのみ、
そんなもの割ってもいい、別に。そんなカードは別にいくらでも割ってくれ。いい、いい、全然いい、全然いい。ちょ、マジで頼むよ。そろそろ来て。よし、シャオラー、コズミックサイクロンの効果を発動。あ、何寝てんだ、起きろ何を寝てんだ、起きろ。もう朝ですよ、おはようございます。はい、おはようございます。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、ヨハン・アンデルセン選手、よろしくお願いします。ユール3倍。あ、これはハンドそこそこいいですね、いい感じ。新、パラドックスギアを召喚。新パラドックスギアの効果を発動。自身をリリースし、新パラレルギアを特殊召喚し、レベル8の新サラストラゴンを手段に加える。そして、レベル8となった、あ、違う、間違えた、レベルコピー発動、レベルコピー発動、レベルコピーによってレベル8にした上での新スターダストを特殊召喚はっ。そしてフィールド上のレベル8のチューナーモンスター、そして非チューナーモンスターを墓地に送り、究極原神アルティミトルビシパールキン効果を発動。相手の場と自分の場にめっちゃトークン出すやつ、ダンシーロするぜ。よし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 、ネオニュー、ネオニューお邪魔デッキの爆弾だぜ。お、困ってるようだな。サイバーダーカロン、何、サイバーダーカロンと、サイバーダーコーン、あ、それはやばいな、それは貫通するやつ、結構それはやばい、それは結構やばい。受け継がれる砲撃、あっ、あ、強い。終結祈りか、これ。まあ、でも祈りは効かんけど終結は効いてしまう。アルティメトルビシバールキンがやばいこときた。貫通やばい、貫通きつい。ちょっと待って、あれ